こんにちは、イナズフットボールです。お疲れ様です。本日は、中断期間明け一発目の試合ということで、ホームで鹿児島ユナイテッド FC との試合でした。結果1対2で負けということで、1点は川崎選手の川崎選手からのクロスだったかな、に薩川選手が合わせた形で、前半戦に川崎選手が決めたゴールをそのまま左右反転させたような、ゴールでした。で、試合自体ははっきり言って、得るものはなかったかなと、褒めるような点は一個もなくて、唯一挙げるとすれば福井選手が、積極的にプレーして、前半から出てた選手よりもいい動き見せてて、強化指定選手かの彼がこんだけやれるよっていうのを見せてくれたところが唯一の収穫だったかなと。で、それ以外に関しては、とても J2 昇格だなんて言えるような状況ではないかなと、口が裂けても言える状況ではないというところだと思います。そんぐらい、ひどくて、この1ヶ月、それなりに手応えはあったんでしょうけど、それは私たちの目には見えず、スタジアムに行かれた皆さんにはどう映ったかちょっと分かりませんけれども、ダゾン越しに見てた私にとってははっきり言って眠くなるような、そんな試合だったと思います。メンバー構成については前半戦とほぼ変わらずというところで、ディフェンスラインが、松本選手が右に入って遠藤選手が左っていうのが、変わった点だったかなという他、ほぼ一緒と。でベンチは阿部選手が入ったのを除いて、ほぼ変わらずといったところで、この1ヶ月の間に序列の入れ替えとか下からの突き上げはなかったということだと思います。で、1失点目とかもそうなんですけど、2失点目もか、結局相手から攻められた次に、5バックの形になりますよね、最終ラインは。で中盤がその前に、3人ピタッと並んで、ゴール前を先に固めるようなディフェンスをして、かといって、ペナルティエリアの外のあたりで相手がボールを持った時に、誰か出るかって言ったらそこまで厳しくも出ていかない。でかといって後ろの選手は相手をしっかりとマークついているのかって言ったら、ボールウォッチャーで自分のマークを見ていない。その結果、せっかく後ろにブロック作ってもさらにその後ろのスペースを使われてしまうと。何のためのブロックなのかというところですよね。で後ろに5枚並べたところであれじゃ意味がないし、だったら前、後ろ4枚にして、前その前のところでより積極的にプレッシャーかけに行くとか、そういうところを考えた方がいいと思いますし、前半戦とか、前からプレッシャーかけるような、チームを作っていてとは思うんですけど、そういったシーンも全然見られず、相手のミスでっていうところしかはっきり言ってボールは取れてなかったですし、あとはトランジション、簡単に言えば攻守の切り替えの部分、例えば、こっちがカウンターのチャンスってなった時に、マーク選手が右サイドで高い位置でボール持ちました、じゃ あサポートの選手何人来てますかと言ったところで、相手のディフェンスに守備に戻ってくる選手の方が数が圧倒的に多くて、サヌキの選手何枚上がってくるかって言ったら本当にもう 1,2 枚、でかといってボールに、関係できるような、携われるような場所に上がってくる人はほぼなしと、ましてや同サイドの後ろから、上がってくる、サポートに上がってくる選手がほぼいないと、かたや相手のカウンターの時、こっちがカウンターを受ける時ですね、これも守備に変える人数よりも相手の攻撃の人数の方が多いと、はっきり言ってこんなんで勝てるわけがないですし、点を取れるわけがないし、守れるわけがないと、ましてや
まあ、一生懸命やってるんでしょうけど、それが伝わってこないと。この期間中にね、空いてる期間中にユーロとかオリンピックを一生懸命見てきた身としては、まあ、内容はもちろんのこと、そういった、部分、プレオンプ、ボールを持った時のプレーじゃなくてボールを持ってない時のプレーっていうか非常に緩慢に感じました。まあがっかりしたというか、まあ、2022年ってか来年か、じゃあ2024年いや確かもう入れ替え戦23年の終わりかな、JFL との入れ替え戦も開始されるということで、関係ない話とは思いたいんですけど、現状そうはならないかなと。このままだと本当に、厳しい、考えたくもないようなことが起きるんじゃないかなと思います。はい、で、まあこれからどうするかっていうのは、まあ中、まあこれから後半戦、まあ後半戦の1試合目あと13試合か、まあたった13試合なんで、どこまで順位勝ち点積み上げていけるか分かんないですけど、まあ結果、まあ、はっきり言ってほぼ昇格は無理なんで、まあ、1年前と全く同じこと言ってるんですけど、来年にどうつなげていくかみたいな話になるんですけど、まあ、2年連続でこんな同じようなことを言わないといけないってすごいなんか残念だなと。来年来年って言ってたらいつまで今年はみたいな話ができるんかなっていうような感じです。はい、もう本当にこの例えば内容的な話で1回ツイッターの方にも書いたんですけど、例えば左から攻め上がっていった時に、まあ、薩川選手が持って、まあ、そこに中村俊太選手が加わってくると、で、まあ、相手のブロックがあったんで一回後ろ下げますってなった時に、そこから左センターバックの遠藤選手のまでの距離がめちゃくちゃ遠くて、そこからまた左で遠藤選手が絡んで崩すとかないですし、まあ、それ右もしかり、なので後ろ下げたらもうそこで全てが終わり、かといって右に展開してもポジション取ってるわけでもないし、何も生まれないで、真ん中経由してもはっきり言ってテンポ良くないんで、相手が守備の陣形を組み直すようなパス回しも後ろからできてないし、ビルドアップなんてそういったところで全くできてないんで、まあ、はっきり言っても全く評価できない試合だったと思います。まあ次もまあもちろん見ますけど、こういった感じで後半戦は厳しく見ていきたいと思います。はい、じゃあ以上で、まあポジティブな要素は福井選手のワンプレー目から積極的にボックス内に仕掛けていくあの姿勢、そういうところがまあ唯一良かった点かなと、彼の今後の活躍に期待したいと思います。以上です。ありがとうございました。